お疲れちゃんです。ラットルセ、今回はですね、まあ、久しぶりの投稿ということで、まあ、やっていくんですけど、とりあえず、実写も久しぶりってことで、髪色が、金髪になりまして、意外とでもここだとなんか茶色っぽいかもしれないですけど、ちゃんとした金髪になりました。はい、という報告でございます。って感じで、今日はミラーデッキ。で、こちらなんですけど、まぁ、ちょっと前に、修正っていうか、まぁ、ちょいと環境が変わりまして、ムートが今めっちゃ強い、みたいな感じでございまして、あとは、どうなったかな。あとは、ロイホグが多いかな。ロイホグがちょっと多くなって、で、ボムタワーは4個つなったけど、まぁまぁまぁ、こいつは触れなくていいや。って感じですかね。はい。で、個人的に今、マジアちゃんもすごい、強いなって思ってて、っていうことで、まあ、マジアチャムートのミラーデッキでございます。はいはいはい、というわけでいきます。で、僕は今アーチャーをちょっと使ってるんですけど、このアーチャーの枠がですね、別に何でもいい何でもいい感がすごいありましてですね、いろいろファイスピだったりフキアだったりなんかいろいろ試してるんですけど、何がいいのっていうので、まだちょっと模索段階だったりしてるところではありますね。はいはいはい。で、ここはなかなかめんどくさいですね。まあまあまあ、ここは巨助の爆破が入らなかったら OK。 今ので入るな、おかしいけどな、絶対入ってないもん。今が疑惑ですね。はいはい。まあ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 。こっからしっかり守っていきたいですね。で、このデッキは、削れんくねみたいな思われるかもしれないですけど、まあ思ったより削、まあ削れないっちゃ削れないんですけど、削れます。はいはいはい。まあこういうところで、ネクロに対してのマジアチャで削っていく。はいはいはい。で、あとはこのマジアチャとウッドとアイスピですね。でしか削れないんで、このデッキは。で、このウィザードのダメージが痛い。オッケーオッケーオッケー。まあ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 。はい、抑えて、でウッドとかコストが溜まったらもうガンガン抑えていいですね。はい、あとはアイスピも端前からどんどん出します。みたいな感じで、この細かい100ダメージを使って削っていきます。はい。で、あとはアーチャーはとりあえずセパレート。で、ムートとマジアーチャーは相手が何か出してくるまでは基本出さないかな。それに対して出す感じでいいかなと思います。はいはい。で、この巨石に対してはマジアーチャーで削っていきたいですね。よいしょ。これ多分思ってるよりめっちゃ入るんですよね、本当に。これめっちゃ入る。こっちょいと下げて、オッケー。で、ネクロに入って、これがまためっちゃ入ってる。マジアチャだけで千何歩ぐらい削った。はいはいはい。こちらに多分ネクロ的なの。はいはいはい。で、ここでまあ左右に振りつつ、ここはウッドで防衛。はいはいはい。あー、ここのマジアチャ難しいな。ここのマジアチャ難しいけど、こんな感じ。いやー、届かない届かない届かないこともある。気づいたら逆折れてる事件。はいはい。みたいな感じで、まあアーチャーはとりあえずセパレートで、スケルトンはまあ適当にカード回し。で、あと、アイスピードウッドは端前から出す。で、相手のユニット側にムート出しつつ、端前マジアチャで削れそうな時は、このマジアチャでほぼ削っていく感じで、まあ、なんとかなります。はい。っていう感じで、まあ、スケルトンはこれ、はい、カード回しで、ここはまあ、アーチャーでいいかな。ダクネ、ゴレっぽいな、ゴレっぽい。はい。まあ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 、ここはウッドで削りつつ、
やだ、入るな入るな入るな、オッケーオッケーオッケー。え、これですね、相手。理想的にはこのマジアチャを延命したいけど、多分できない。あー、ここはいいや。ここはムートで潰し合いで、まあまあまあ、痛い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 、あー痛い痛い、オッケー、危ない危ない。相手はゴレなんで、できるだけ今のうちに削っておきたい。いや、これ困るんですよね。ムートが今ないから、このゴレに対して超絶することがない。けどまあ、このマジアチャで削っておく。はいはいはい。あ、おいしいおいしいおいしい。めっちゃいるめっちゃいるめっちゃいる。このムート出して、あとはマジアチャミラーをしないと正直守れない。まあまあそうなんですよね。こうなっちゃいます。でまあまあ、でもここで焦らずしっかり逆サイに出してあげて、このムートはスケルトンでちゃんと処理してあげて、もうサンクラ落とされたらやばい。早くね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 、終わったよ。いやーいやー、これはあれこんな予定じゃない。これは、今の何が悪かったか。今のは、ゴレに対して、マジアチャがダメだったっぽいっすね。いや、あれはいいんだ。その前のムート展開が良くない。ということで、ゴレに対して、気をつけること。ムートを簡単に先すぎない。先すぎない。ゴレ、ゴレを置かれて瞬間にやっぱムートで攻めたい感がすごいありましたね。はい、ということで次ですね、マーチャーズバレエンドでゴースト、まあ、ウッド裂いて、このゴーストをキング起動したい。これ美味しい。ここはコスト溜まってますけど、相手も別にユニット出してませんし、ここはキング起動優先で。オッケーオッケーオッケー。はい、で、ここはスケルトン流して、アイスピ削り。相手、人に？あー、ここのムートも多分良くないですね。ここはムートじゃなくて、アーチャーステパの方が良かったかもしれない。いや、言うてどっちでもいいもんだろうな。はいはいはい。ここは、気持ちウッドでノックバックして。はいはい、まあ、ここは、処理されますけど、ますけど、はいはいはい。スケルトンでターゲット取って、で、アイスピ削り。アイスピ削り。アイスピ削り結構大事なんですよね、これが思ってる以上に。めちゃくちゃ大事です。はい。ここは、攻めて、このゴーストにターゲット取ったら、タワーにダメージが、あー届かない届かない届かないのは痛い。やばい痛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 い。このあれが痛い。ゴースト痛い。まあ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 、まあ、これ人間に対してはこのマジアチャでの削りがなかなか難しいっていうのが一つありつつ、この2ザッピー側にハシマイマジアチャで削りたいです。ここでよいしょ、でウッドも裂いて、オッケーオッケー、ダメージ入れつつ、おっとそっち殴る。はいはい、まあまあまあ、これは高回転で回してあげるとユニットいっぱい出せるんで。やばい痛い痛い痛い。まあまあまあ落ち着いて、言うほどダメージ受けてないんで、ここはもう一回後ろムートで組み立てつつ、アーチャーセパで、はいはい、ここウッド裂いて、ワンチャン取るね。でも普通に取るね。で、相手はこのムートも防衛しないといけないから、これにコスト使う。俺はここで攻めたい。あー、マジアチャが処理された。はいはいはい。まあ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 、五分五分と。五分五分と。
言った感じ、ここスケルトンでターゲット取って、ここを攻めたいところではありますね。はい、これに、あー硬いな相手のイント杖。はいはいはい、もうセパレート、まあ、今おいしい相手ムースに対して5打ってくれた。いやー超絶地味な展開になっておりますが、ここのウッド削りも重要。はい、でも後ろから組み立てつつですね、ここのザッピーに対してマジアチャで削る。 OKOK2、OK、3やばくね、さてやばい、いや OKOKOK 耐えて耐えて OK やばいやばい OKOK、 スケルトンがいいいいよ、しかも追いついたんで、はいはい、ここでマジアチャをするとなかなか難しい、角度がわからない。ただ一回防衛で、ここは陸系がいないんでミラームートでウッドでノックバックして、さてやばい、いいやばいやばい、痛い、ちょっと攻めないと間に合わないかもしれないんで、ここのマジアチャで削っていく。オッケー、やばい、まじ、落ち着いて、まだ参る、全然参る。ここでワンチャン持っていくにはこれを剥がす。よいしょ、おっと、来たわ。いやー、しんど、今のこれしんどいけど、マジアチャが刺さればめっちゃんと楽しい、はい、っていうのはありますね。って感じで、まあ、アーチャーなんか正直、本当に何でもいい。その、ファイスピでやったりとか、ゴブリンとかいろいろあったんですけど、まあ、ここのアーチャーなんかは、自分の、なんかお気に入りカードだったりとか、まあ、これがいいとかあれば、ぜひコメント欄で書いていただければいいなと思います。というわけで、今回は、こちらの日記紹介になりました。というわけで、よければ使ってみてください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。では、バイバイ。